おはようございます、久米ブローズです。ということでやってきました、サーフガーデン。いつもと、いやだからいつもとか言うなよ、ここ大好きなんだからまあいつもお世話になってるのこれ下、はい、とかあのこのシャワーとか。そうです、まあこの下のエリアですよね。はい、なんかどうやらこの上にとんでもないことが起きてるらしいんですよ。上があるんですか。上があるらしいんですよ。おー、俺も知らなかったんだけど、はい、軽く前情報いただいてます。さすがにね、俺も2回行ってお化けいったら怖いんでどういうことなんですかって軽く情報はいただいてるんだけど、全く自分の中では理解できてないの。なるほど。だからもう見に行きますよと、はい、見たいし自分もということで、今日はちょっとサーフガーデンお邪魔してるんですけど、はい、もう早速行ってみるか。え、いいんですか。行きましょう。行きましょう。やばいことになってるっぽいんで。はい、基本的にはもうこの下でさ、はい、いつも楽しませてもらってるじゃないですか。そうですね。ここ上がれて、はい、キュッて上に行けるんですよ。初めてです。そういえばここに階段ありましたね。あったよね。はい、すごいです。いいんですか入って。ちょっと来てください。はい、このね、上がサーフボードステーションという施設になったんですよ。サーフボードステーション。そう、サーフボードステーションってもう何ですかっていう話です。もう僕もよく分かってない。はい、でこれ紫スポーツの授業の一環なんですけども、はい、まあ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 、なんかご利用方法とか書いてますわ。おお、もうこれもう文字量が多い、情報量が多いんで、もうサクッといっちゃいます。はい、サーフボードが借りれます。借りれる。そう、サーフボードがね、今度借りれるような施設になったんですよね。はい、そう、今までだったら新品のボード買うしかないんですよ、欲しかったら。はい、でも自分に合うかどうかっていうのが分からなかったんだよね。分からない。それを、まあ、今回はこういった施設でサーフボードを借りて乗れる、体験できるっていう。今まではワンブランド、ワンサイズ、新品を行くしかなかった。はい、でも510なのか59なのかめちゃくちゃ迷わないですか。迷います。僕でさえ迷うんですよ。はい、それを解消していただけるのが今回のこのサーフボードステーション。すごっ。ねえ、はい、ちょっと中をね、今ねチラ見してるんですけど、はい、まあまああっても10本20本ワンブランドの人気ボードがあるんじゃないかというふうに思ってました。おお、舐めすぎました僕ということで中に入っていきたいんですけども、はい、ワクワクするね、このもう周りが。デザインやばいっすね。ちょっと見てくださいよ、右から南ちゃん。今ね、もうこれアップカワーのね、レディースプロサーファーですよ。そして村田嵐、もう誰もが知ってる若手サーファーですよね。はい、で古川美優で、彼もね今のアップカワーですよね。サーフィンめちゃくちゃ上手いですよ。はい、さあ来ましたよ、世界の大原ひろと。さあここで宇宙にも名を轟かす浩平くんめ私もいますさらに、はい、こちらも紫スポーツのスーパーレジェンド、はい、田中秀吉。そして最後に来る男、パンピー怪盗大林。大したことありません、彼は大したことないよね、ヒロト、実際のところは。いや、僕、カイト君大好きなんで。あ、お前、ずるいぞ、まかれんなってまあ、でもすごいですね、もうこの入るところから結構もう、うわっていうインパクトがすごいんですよ。すごいっすね。ということで、実際中入ってきてください、はい、お願いします。見てくださいよ、これやば、想像をはるかに上回ってますね。本日すごいですね。まあ、ざっと100本以上はありそうだけどね。すごくない？こで、はい、並んでるブランド、はい、やばすぎます。左から JS、ファイゼル、ロスト、スーパー、チャネル、シークエンスサーフボード、吉岡さんのボード、そしてキッズラインまであるっていう。僕らがキッズの頃なんてもう板なかったからオーダーするしかなかったんですよ。失敗するか否かもわからないのを、もうね十何万を出して買うしかなかったのが、はい、今はこういう施設を作ることによっていろんなサーフボードをテストできる、自分に一番合うサーフボードをテストして体験できるっていう、そういう施設になってるみたいなんで、ちょっと僕もね今初めて入ったんで、はい、めちゃくちゃ感動してる。おー、でもまあまあその売れ残りのサーフボードが並んでるじゃないのだからちょっと見てみますか。ちょっと案内してください。本当にいいボードがあるのかどうなのか。はい、
まあ、JS からいきますか。はい。ふむ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 、もうこれモンスターですね。売れ残りじゃないってことですね。全く売れ残りじゃないですね。人気シリーズですね。で、これゼロじゃん。今年のモデル、ゼロ。お、すげえ EPS もある。EPS 乗れるのはやばい。すっご。今年のモデルです。とりあえず、今年のモデルが入ってますね。本当ですか、これ。すごくね。しかも見た感じ、これ新品じゃないですか。新品ですね。なるほど。新品なんだね。誰かの中古ボードとかじゃないんだ、ライダーの。もうこのために新品を下ろしちゃってんだね。すごっ。すごっ。ちょっと奥見に行ってみよう。はい。うわー、パイゼルとかもやば。ああ、なるほどなるほど。今期のモデルと、はい、あとゴーストっていう人気モデルもあるね。これ最近兄ちゃんもゲットしてるレッドバロン、ブラックバロンっていうツインフィンシリーズ。おお。ちょっとこれもミッドレングスだね、ビッグバロン。こっちはロスト。あー、これスカイバーだね。サップドライバーラウンドノーズフィッシュ96。これなんて手に入んないからね今。そう、人気すぎて。さらに、はい、すごいです、こい JP3。 おお、乗ってください、ぜひ皆さん。ここで乗れるんですね。嬉しいね。お、そしてコヘコメ、やばあー、すげー。あ、こちらにはちょっと映っちゃいけない人が映ってますね。あー、これカイト君に怒られますね。彼、チャネルアイランド、インターナショナルライダーだからね、ちなみに。ワールドワイドですから。でも嬉しいね、トイ JP3、ぜひ乗ってもらいたいですね。あー、で、シリアルキーラー、ビッグドッグツイン。なんか、パフォーマンスボードとか、はい、ファンボードっていうカテゴリーじゃないんだね。もう全部なんだね。すごいっすね。すげー、マジで、ミッドレングス。あ、ツイン、やばいね、マジで。で、これ何、ネックベアード3か。あ、スパインテックだ。マジっすか、スパインテックで、ボビークワッドでしょ、ハッピーエブリデー。あー、で、CI プロ。これ確かにさ、はい、ハイパフォーマンスボードとか、はい、これからチャレンジしてみたいっていう方って、長さとかリッター数っていうのを、はい、結構難しかったりするんで、はい、そういうのとかも乗ってどれがいいかっていうのを体験できるっていうのはかなりおすすめですね。いやー、にしてもすごくない？数すごいっすね。これはすごいね。で、なんかやっぱ紫スポーツのコンセプトとしても、はい、まあ、今までにないサーフィンっていうのを体験してもらいたいっていうのが一番らしくて、はい、まあ、確かにさ、こうずっとチャンネルアイランドに乗ってた人が、まあ、ロスト乗ってみたいけど、まあ、ニューボード感だったらやっぱチャンネルにしたいとか、はい、あとはまあハイパフォーマンスボード欲しいんだけど1本だったらやっぱコナミボード、オールラウンドボードっていう、今までそういった概念を持ってた人でも、まあ、サーフボードをね、こう借りて乗って本当に自分に合うかどうかっていうのを体験できるっていう、まあやったね、これ紫スポーツだって見てくださいよ、全部新品ですよ。新品ですね。これさ、いいです、確かに乗らせてもらえない、はい、けど1ヶ月10万円ぐらい取られたら結局板同じ、ね、板買った方がいいじゃないですか。なら買った方がいいですよ ね、金額ですよ、やっぱり。そこは甘くないですよ、やっぱクメブローズ。やっぱそこは、ね、シビアな貧乏系 YouTuber やってるからやっぱり結局のところ値段いくらなんですかっていう、はい、でそのマリーも高いんだったらやっぱサーボード買っちゃうじゃん。はい、そうですね。そこが気になるし、事実俺もまだ聞いてないんです。おー、はい、とりあえずこの人は確かに素晴らしいです、はい、もうほんとすごいと思う、これをね、好きなように乗れるのであれば。ただ金額、そこしっかりと、ちょっと今日森店長いらっしゃるんで、はい、本当にいくらがどうなのかっていうのを聞いてみましょうよ。聞いてみましょう、どういったプランなのかっていうのもしっかりと深掘りしていきたいと思いますので、ちょっと聞いてみましょうか。はい、はい、呼んでいきたいと思います。お願いします。はい、ということでサーフガーデンの店長さんの森さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サーフガーデン店長の森です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ちょっと僕今日初めてこのサーフボードステーション来させていただいたんですけど、マジでびっくりしました。びっくりしちゃった。いや、まあ僕いろいろ見させていただいた中で一番やっぱりこうお客様、まあこれを見ていただいている方が気になっているのは金額なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。高いんじゃないかなという、この、ね、ラインナップ、もうボードもハイパフォーマンスからミッドレングス、ツインまで全部あるじゃないですか、うん、
金額ちょっと教えてもらっていいですか。はい、金額はですね、まあ、多くの人に体験してもらいたいということがありまして、はい、金額設定が3つあります。はい、30日で1万円180日で5万円で365日で7万円という、まあ、3つの設定があります。なるほど、これは嘘ですよね。嘘金額じゃないですか。あとこれはもうリアルですか。やばいね。今さらっと安すぎない。やばいっすよ。30日でだいたい約1ヶ月1万円払えば、そうここにあるボードに乗れるってことです。そう、全部好きなボードを乗れる。やば。それは買う前に絶対やりたいよね。体験したいよ。体験したい。30日間1万円払った時のルールとかってどうなんですか。ルールは基本的にその日にサーフボードを借りたらその日に返さなきゃいけない。なるほど。というのがあるのと、まずはこの会員になるためには、はい、紫スポーツのポイントアプリ、はい、この登録が絶対的に必要になる。なるほど。じゃあその登録をしてプランに入ればその日のうちだったら好きなようにボードを乗れるんですか。そうです。じゃあ例えば510の板乗りました、うん、ちょっと長いなって思った時にもうその日のうちだったら戻して59をまた乗れるんですか。あ、そうそう、もう全部乗れる。乗ろうと思ったら511から56ぐらいまで板があるので、1時間おきに変えることもできるし。なるほど。高いお金を払う前に本当に自分のサーフィンに合ったサーフボードをチョイスするのが一番大きなメリットです。なるほど。マイナスポイントないっすね。ないね。確かに。今これ僕ちらっと見させてもらったんですけど、あとフィンサブスクリプションっていうのもあるんですよ。へえ、はい。これですか。これディスプレイじゃないですか。そう、ディスプレイ。これもお貸しできるんですよ。で他にもサイズが、まあ、M、L もちょ用意してあるので、いろんなの試してもらって。なるほど。新しい体験というか。なるほど。サーフボードステーションはいつからオープンになるんですか。オープンは11月の11日にオープンになります。11月11日ポッキーの日ですね。ああ、そうそうそう。覚えやすいです。あ、それもうちょっと最先悪いね。ポッキーって言っちゃうから。ちなみにポッキーって言いましたけど、もしクラッシュとかしたらどうなるんですか。一応ですね、リペア保険というのもあって、そのサーフボードのサブと同等の期間に契約してもらえると、飛ばしても無料になります。30日だったら2000円払っていただければ、もう極端に言ったらサーフボードが折れちゃったとかフィンボックスが取れちゃったとかも無料になるので。なるほど。これはもう入っていただいた方がいいと思う。そうですよね。まあ当たり前ですけど故意的にね壊しちゃったりっていうのは、まあ、ありえないことだと思うんですけど、まあ、不慮の事故でなった時も保険も用意してくれてるっていうことなんですね。そうです、そうです。何これ、安心安全で、ね、やったりかなったりですね。すごいですね。じゃあもう11月11日サーフステーションオープンになりますので、ぜひねこの板乗りたいって今思ってる方がいたら絶対これ来た方がいいと思います。マジでね。間違いない。いや、来てその自分に一番合う板とか今まで乗ったことない板とかそういうボードがたくさんあるんで、その新しい体験してもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひ、来てみてください。ということで森店長ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、やっぱやばいね。すごいっすね。すごいね。まあこれも条件、質、金額、確かに新たな体験はできますね。できますね。で実際もうここからピュッて行ったら海じゃん。近いっすね。もう俺らもやっぱ湘南から来てこのままじゃ帰れません。もう波あるんでやりたいですよね。こんだけサーフボード見たらサーフィンしたくなっちゃうんで、はい、早速もう海の方行きましょう。行きましょう。はい、ということで11月11日ぜひ皆さんね、興味ある方は遊びに来てみてください。行きます。行きましょう。グッバイ。もうさ、サーフガーデンで板じゃピッて借りたらさ、はい、もうあとここの 100m ぐらい歩くだけでサーフィンできちゃうってことだよね。すっごい便利っすね。それが便利だよね。やっぱ借りてもすぐやれないとやっぱその熱量って冷めちゃうけど、はい、ここで借りた場合はもう借りてテストして、むしろそれがあんまりサイズ的に合わなかったら、はい、また戻って確かにまた海入れるっていう、はい、すごいサービスだよね。すごいです、ね、もうほんと1時間ぐらいちょろっとせっかくなんでサーフィンしていきたいと思います。はい、
頑張りますか。やりましょう。お願いします。お願いします。お疲れ様です。いやちょっとねもう潮上げちゃってね、はい、結構ブレイクが手前になってきちゃったんで今日はこれにて終了ということで、はい、まあほんとサクッとねこうやって1時間でもサーフィンできちゃうんですぐにね海行けていろんな板試せるっていうのはまた新たな体験になると思いますんで、はい、ぜひね皆さんも、興味のある方は概要欄に詳しい、その詳細は載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで11月11日、本日より、スタートしますのでぜひね、気になるサーフボードがある方は行ってみてください。ということで本日はこれで終了ということで帰りたいと思います。はい、はい、それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。クメブローズでした。ハッピーウィーケンド。ハッピーウィーケンド。お疲れ様です。お疲れ様です。